今日はね、今日はね、朝晩しようと思ったんですけどね、ヘッドホンにね、あれが、音が繋がらなくて、ちょっとね、休んでましたね。昨日はね、遊郭公園なんでね、塾長ね、公園の時、ランニング中でいるんで、で、走ってました。トトボイドクにもあるんですかね、実はね、今日ね、iPhone のね、iOS とね、Apple Watch のね、OS ね、パブリックベータ版にしてね、ちょっとね、言っていいことまで言えるんですけど、実は今日は回しはあれですよね、iPhone 14 のね、常時表示のね、ライトスタンドモードね、スタンドバイモードね、これね、目先でもね、画像は撮ってダメなんですけどね、iPhone を充電してるな、スマホスタンドはあるんで、ね、使ってました。ゼレンデはね、16日達成ですよね、30日中のね、月半分超えです。今日はね、Mac でね、ちょっとね、コーヒー飲んでゼレンデじゃないんですけどね。Mac のところまで載せないから、なんかね、撮るの忘れたな。で、セブンにファミマで無料引き換え券引き換えと、あとは、M1 バトプロテレビについてね、ニュースレッスンやね、ゲームをね、M1 バトプロってゲームしたのに、ね、チームね、1か2ほど入っていると思いますと、今日は麻婆豆腐丼はね、ニュースの全力メイキング見てね、豚ひき肉ね、あれ作った、豚ひき肉をね、豚バレンとか刻んで作ったらそれをやってました。で、今ウォーキング中です。では、全編映画の撮影つなげる振り込みね。iPhone 14 Pro ね。25FPS でもう一回もらってね。今日 M2 バトボーファイナルカットプレイ動画にやつです。今ね、仙台焼け物からほどからなんか今週ね、日曜の勝ち残ってるからね。勝ち方でーす。今、甲子園優勝投手ね、今井達也でね。8連敗になって2連勝、終盤まで152キロとか、ね、投げてました。今井君の笑顔は曇らないでよかった。源田選手ね、最後す全部アウト飛んできましたね、9回のね、増田選手はね。ナイスプレー。こちら、ボンゴレビアンゴね、ちょっぽく言う感じですね。ナイスプレーの。エドワーデンゼロメとかアップルズメンバーとね無料引き換え券に交換でーす、ね、シームコムボスさん調整させてきながらオープンでお父さんで SNS つきながら日本でコーヒースイカでペッペカードがチャージしたスイカでね2点先制されましたがね、もうカードが付け付けてると8連覇を止めることが大事だったんですが、クリ選手のタイムリーヒットとね、金子裕二選手のスリーベースからね、源田選手で逆転です。ライオンズ3連勝法です。21歳、長谷川慎也選手ね、長谷慎ね、ナイスチームバッティングとね、源田選手貴重な4点目とね、左選手ね、シュートが出ながら、ね、よく抑えてました。松田さんね、3試合連続セーブ。iPad をね、テレビにつないで、スマートに、ヤフーサファリかヤフーニュース IT メディアってね、野球のね、配信もちょっと見てますよ、それで。いやー、待ってるってね、無料引き換え券で、ファミマでね。じゃあ、JF モータリングミュージック来たな。今日は公演の中でもね、少なめにします。今月5段目。じゃあ、無料引き換え券でーす。なでしこ見ながらね、iPad をね、コントローラーにつないで、キャッスルクランブルズ、ね、YouTube ね、まず IVE の曲からね、ね、イスラエルホームボット、今のビリー・アイッシュでーす、これピアノ・トレイドとか、じゃあ Apple TV プラスでね、アイザック・アセモフのファンデーション2見ながらね、麻婆豆腐丼でーす。今日ウォーキングでーす。土曜日ね、金川島さん土曜日の予約金川でーす。ハンドラックで16キロウォーキング帰りでーす。ウェッピーマイル対象。
ちらマックでね、コーヒー飲んできました。バローで飲んでたけどね、スタンドバイモードでね、ベータ版にちょっとね、充電時間使ってました。